はい、育つ系うっかり YouTube 萌子チャンネル、あみともえです。おはようございます、こんにちは、そしてこんばんは。本日は167本目です。またまた汗っかきの話の続きみたいな話ですが、汗拭きシートについてお話ししたいと思います。昨今コンビニエンスストア、ドラッグストア、薬局、そしてスーパーマーケット、ディスカウントストア、百貨店、コスメショップ、もうありとあらゆるところに汗拭きシート売ってますね。100円均一でもあるんじゃないですかね。ねえ、すごい種類、量、豊富。ね、嬉しくなっちゃいますけどもね。それと別に、もう何十年も前からあるんですけれども、シャツを冷やすスプレーとかね、そういったパッドとかはね、もうすでに昔からあったんですが、その汗拭きシートに関しては、顔用、ボディ用、顔ボディ兼用、メンズ、メイクの上からも OK、レディース、ね、すごい種類なんですよ。何々の香り、無香料、アルコールありタイプ、ノンアルコールタイプ、メントール刺激なしあり、もうね、よくわからないぐらい種類が多い。そして香りについても聞いたことない香りが出てきてるんですよ。まあ、聞いたことないまで言うとちょっと大げさかもしれませんが、まあ、アロマとかね、オイルやったりとかお香炊いたりとか結構好きなので、そういった単語は知ってるんですけどね、香りの種類とかのね、話には聞いているんですが、まあ男性のメーカー、男性寄りのメーカーで、この香り男性で知ってる人いるのかなっていうのがある場所限定で売ってたりとかね。そうなんですよ、コンビニ何々限定とかね、もうドラッグストア何々限定とか、すごいですね。どんどんどんとかも情熱価格出てるかもしれないですね。まだちょっとチェックしておりませんがね、ご報告お待ちしております。そうなんです、なのでね、いろいろ気になるのがいっぱいなんです。まあ、そのうち水に流せる、化粧室で流せるというのが出てくるかなと思っておりますが、実際、まあ商品名は伏せておきますが、お掃除シート流せるタイプというのがですね、不動産管理会社さん、不動産、まあ、管理物件の不動産さんとかね、まあ、そういったので、まあ、引っ越しが多いというのでお話ししているのでお気づきかもしれないんですが、イコール不動産契約みたいなね、賃貸ですけども、そういった機会は多いはずなんですね。その時に結構な確率でもう随分前から流せるお掃除系はできる限り流さないでください、なるべく故障の原因となる可能性がありますので、なるべくと、ね、いうふうに説明されたことがあります。なのでね、その汗拭きシートなんかも流せるタイプとかね、出てくるかもしれないですがね、どこまでが環境に良いとか便利とかわからないですね。うん、そんなところで、まあご存知の方もたくさんいらっしゃるかもしれませんが、ミネラルウォーター、水の紙パックがね、どんどん出てきてるということで、紙ストロー問題もありましたしね。はい、そんな感じでどんどんと周りが変化して新しいものができていくのは嬉しいようで、頭を悩ませるなというお話でございました。それでもいろいろ試してみたい汗拭きシート、よかったら、ライブなどでのプレゼント全然受けたまわっておりますので、お待ちしております。それではよろしければチャンネル登録、コメント、高評価、積極的天才、どうぞよろしくお願いいたします。いつもご視聴ありがとうございます。ではでは。ゆっくり休んでね。